んばんは。ということで東京に帰ってきました。ジョマイラブも初日を無事迎えたということでね、帰ってきました。こんばんは。久しぶりの愛媛はどうでしたか？でも鯛めし食べたよ。宇和島鯛めしを食べました。そう、申し訳程度に。あとはまあちょっとなんか気づいた4期始まってて、それまだ全然ね稽古してないんで大丈夫かなって思ってます。こんばんは。大丈夫かな。こんばんは。ちょっと部屋が暑すぎる。 29.5 度もある。こんばんは。サリならきっと大丈夫。頑張ります。不安だぜ。バタバタで大変。確かに。てか今日めっちゃ眠い。こんばんは。めちゃくちゃ眠たくて今日。それが本当にね困ってる。こんばんは。そう、今日は最後の漂流中だけちょっとだけ舞台上に上がらせてもらってお邪魔させてもらいました。こんばんは。いやーお腹空いたな。でもここで食べたら太るな。てか食べるもんがないな。こんばんは。ちょっとコップ持ってくる。喉乾いた。一旦飲み物飲むわ。廊下が暑い。なんだこの暑さ。どうなってるんだこの家は。まあ丸3日も家を空けるとそりゃあね。うわ、3日前に汲んだ水置いてある。飲み切っていかなかったんかい。よいしょ。こんばんは。こんばんは。移動で疲れたっていうかさ、昨日も今日もさ、一昨日もさ、ずっとジョンマイラブを感激してたからさ、もうずっと座りっぱだし、そうずっと座りっぱだったし、今日の移動もまあ疲れた。サイリンタイプ C 参加おめでとう。待って、何の話をしているのみんな。こんばんは。ちょっと待って、何の話をしているの。何。こんばんは。え、こんばんは。どこで発表されてるのかがわからない。え、あ、これか。アメブロあった。あ、ほんまや。ショールーム選抜17期生、
カンドジェネレーション。嬉しい。エイトの2期と、あ、でも違うか、セリちゃんとかもいるのか、ちょっと開き方が分かんないけど嬉しい。どういう曲なんだろう。こんばんは。あれ iPhone 充電してるのに充電できてない。よいしょ。知らなかった。10月19日発売でしょ。そうなんだ。こんばんは。単純に年齢、あ、年齢っていう、ありますね、可能性。ああ、その説濃厚。確かに若いかも、セカンドジェネレーションの方が全体的な年齢。なんでさやとまなかちゃんの間だけ点ないんだろう。書くの忘れたんかな。こんばんは。すごいカップリング、またさやが参加する楽曲が増えた。でもまあさすがにあれか、今回は収録できるか。ジョマイラブであっち行っちゃう機会1週間しかないから、それ以外の時にレコーディングしてくれるだろう。見回しき記憶が。結局さ、チームメイトの楽曲一回も参加してないんだよな、レコーディング。さやの声が入った CD、チームメイト名義で一回もない。よいしょ。それが、今の夢、チームメイトの楽曲に参加したい。なんか歌わりないんだよな、自分の。こんばんは。こんばんは。うわ、帰りコンビニ寄ってくればよかったな。なんかペコペコリンダー。こんばんは。でも雨の中もう一回外に出る元気はないな。ないよね。こんばんは。汗が、部屋よ早く涼しくなっておくれ。こんばんは。明日は休みなので、まつげパーマをしに行ってきます。まつげを上げてくる。あとなんかやんなきゃいけなかったことあった気がするけど、なんだったかな。忘れちゃった。なんかどっかも行こうと思ってたんだけど忘れちゃったな。行かなきゃいけないなって。帰りに飛行機の中で思ってたのに、飛行機で寝たら忘れちゃった。まあいっか、必要だったら思い出すだろう。こんばんは。こんばんは。眠い。トメさん、お月見団子ありがとうございます。中秋の名月いつだっけ。10日とかでしょ確か。もうあと3日後だね。明日は木曜日。週の真ん中、皆さんお疲れ様です。こんばんは。
うわ、月見バーガー食べたい。うわ食べたいね、めちゃくちゃ食べたいわ。いいな、1回は食べたいね今年ね。2年に1回ぐらいしかさ食べれないんだよ、なんか気づいたら終わってるんだよ。食べよう、毎年食べよう食べようと思って忘れるんだよね。だから2年に1度ぐらいしか食べれない。でも去年食べたな、去年愛媛で食べた気がする、公演中に。こんばんは、公演期間中にね。こんばんは。なんだっけ、なんか新しい月見あるじゃないですか、なんだったっけ、なんかすき焼きみたいなやつ、違うかも、なんだっけ、あれが食べたい、美味しそうだった。こんばんは。照り焼きか、すき焼きじゃない、なんだっけ何も覚えてない。野菜はノーマルの月見は頼みません。毎年新しいやつを頼む。去年はなんかふわとろみたいなやつ頼んだ。こんばんは。こんばんは。すき焼きか、合ってたわ。見てみよーっと、マクドナルド。コクうますき焼き月見、絶対うまいって、絶対うまい。うわー美味しそう、食べたい。うわ月見マフィンいいな、サマックね。美味しそうだな。こんばんは。マックシェイクさあんま好きじゃないんだよね。お疲れ様です、こんばんは。マックシェイクそんなになんか興味を持ったことないわ。だ頼んだこと多分ない、1回2回ぐらいしか。マックのポテト食べたくなっちゃった。こんばんは。そう、月見食べよう食べようと思ってたら終わってるんだよね。なんかお店によって早くになくなっちゃう時あるじゃん。まだ期間中ではあるけど売り切れちゃってもうないですみたいな、そうなることがよくある。早めに食べた方がいいのにね、絶対に早めに食べた方がいいのに後回しにしちゃうんだよな。こんばんは。マックとかもう何ヶ月食べてないんだろう、普段行かないからな。1年ぐらい食ってないかも、去年の月見以来食べてない可能性あるな、記憶ないもん。こんばんは。わかる、それマックのメニューでレギュラーメニューで一番好きなのは朝マックのマフィンなんだよね。こんばんは。そうなんだよ、マフィンさ、イングリッシュマフィンがすごい好きだから、朝の朝マックが好きなの。前の職場の近くにマクドがあったから週5で朝じゃない昼ご飯食べてた。週5マックか、生活習慣病がちょっと気になるかもねビッグマック食べきれないかも、食べたことない。あ、そうだ、なんだっけ、今月の11日が1000日なんですけど、ショールーム11日ちょっとねお仕事があるので
夕方から夜にかけての配信になります。ちょっと昼間配信できないんですけど、こんばんは。何時まで仕事だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、夜配信にしようかなと思ってます。こんばんは。なんか私結構11日やって、11日に1000日やってすぐ愛媛行かなきゃいけないから、14日には愛媛に行かなきゃいけないから、なんかホールケーキを買って食べきれないなと思って一人で。だから今年はねケーキは市販では頼まず、なんかタルト自分で焼こうかなって、ちっちゃめのね。そう、ちっちゃめのタルトを買おうかなって、あ、じゃあ作ろうかなと思ってるので、まあ作って食べる配信とかになるかな、千日はか分かんない、先に作っとくかちょっと分かんないですけど、そんな感じにしたいなと思ってます。なんかさ、そうホールケーキをちっちゃく切ったその一人用のケーキでもいいかなって思ったんだけど、見栄え的に丸っこいが可愛いなと思って、自分なんかタルト型家になんかね3種類ぐらいあるんですよ、3サイズぐらい。そうだからちょっと小さめで1個焼こうかなみたいな感じです。こんばんは。フルーツタルトの作り方よくわかんない、あのタルト果物の上に乗ってるあのトゥルトゥル、どうやって作るんだろう、ちょっと調べるわ。材料も買ってこないとだしね。こんばんは。お菓子屋さんみたいなフルーツタルトのレシピ。おー、美味しそう。え、これすごい。こんなすごいの作れるようになりたい。どうやって作ってるんだ。カスタードでしょ。クレームフランジパーム。何それ。あ、土台の部分ね。ナパージュってやつを塗ってんだ。ナパージュ買わなきゃいけないのか。なるほどね。むずそう。ナパージュっていうんだって。こんばんは。コッタで買って今日中に届く、今日中じゃないや、11日までに届くかな、届かなそうだな。まあ別にナパージュはなくてもいいか、見た目だもんねあれ。失礼、もう眠くて。さぐちゃんちょっと眠たいです。こんばんは。こった今日の日替わりセールは何かな。こんばんは。
しいもんないな。こんばんは。千日は9月12日。え、そうだっけ。本当だ、12ってちゃんとカレンダーに入れてるわ。あ、じゃあ12日は仕事じゃないわあ、そうだ、12に千日で14日には愛媛に行かなきゃいけないから2日間でホールケーキ食えないなと思ってやめたんだ。え、ポンコツじゃん。12でした、みんな。中2です。じゃあ仕事全然ないんで、全然いつでもできるわ。え、もう眠たいから元気ないのかもしれない、脳みそが。今から食べるの？いやー、今から食べたら太ってしまうから食べない。こんばんは。よいしょ。まあそうだな、いつやるかわかんないですけど、ちょっと予定立てます。ぼちぼち。みんなのね、要望には応えられないので、全員のね。こんばんは。でもさ、またすぐ愛媛行くから、このキャリー、5日間だったらちっちゃいキャリーで行けるか。大きいキャリー重たいから嫌なんだよな。このキャリー出しっぱにしといて、前日にうわー準備しなきゃって焦らないようにちょっとずつ準備を進めていこう。じゃないと今回のカメラのバッテリー忘れるみたいなことが起きるからな。こんばんは。でも正直カメラあんま持ってっても多分撮んなかったと思った。結局ね、そんな暇はなかったね。ずっと劇場の中にいるし。キャリーね、忘れ物しそうだな。次回も何かしら化粧水とかね。死活問題ですよ、化粧水忘れた日には。こんばんは。ふう。何持ってったらいいんだろう、本番の時って。もう忘れてしまったよ、何を使っていたかとかね。パーカー1個買った方がいいかな。でもあのシャツでもいいか。こんばんは。あ、そう、あと今日ね発表されたんですけど、ジョンマイラブね、今万次郎をやってらっしゃる小原さんが10月のね末でね千秋楽迎えて、なんか4期の中でもキャストがねちょっと途中で変わるんですけど、万次郎がね、今のね福沢諭吉役の何さんだっけ、なんとか雄星さんに変わるんですよ。だから小原さんの万次郎と私がやる見れるのは5日間だけです。来週の5日間だけです。レアなのでみんな見に来てください。
いしょ。福沢諭吉が上野町さん、上野町さんになるらしいです。まだお会いしたことないんでわかんないですけど。さ、10月1回も出ないからさ、来週5日間だけ小原さんとやったらさ、もうさ、そんな知らぬ間に万次郎変わっとるんやが、そんなことある感じ。そう、あばらばらばら小原さんがちょっと千秋楽でいなくなってしまいます。なのでまあちょっとレアなのでね、来週の5日間もちょっと来られる方来ていただいて、まあ配信ちょっとあるか分かんないですけど、土日挟むんで多分あると思うんでね、もしあったらちょっと愛媛までは足運べないけどみたいな人は配信見てください。お願いします。あとは言おうとしたことあったかな。だから最後次多分ね、出るの11月とかに出ると思うんですけど、新しい万次郎か、多分またほとんど稽古できずにやるから、それも心配ですね。新しい引田万次郎、雄星さんとさえ多分ね年あんま変わんないし、なんか今回4期マジでね年齢層が超若いんですよ。そう、まあ、全然話してないんで誰が何歳かちょっとあんまよく分かってないんですけど、なんか21から24ぐらいが多いっていう話を聞いています。誰がいくつかは全然分かんないんですけど、良くなれなかったな。3日じゃ無理だったな。ちょっと全然仲良くなれなかったな。びっくりしちゃうよ本当。愛媛行ってなんかいいことありましたか？今日あの振り付けのエリさんのご馳走で宇和島鯛めしを食べたこと。それ以外ね、なんかもう全然ね、お仕事だったかね、あんまなかったな。だって行ったその日の午前中になんかすごいちょっとだけ私の確認させてもらって、でマジで稽古とかじゃない、ただの確認だし、全然時間なくて最後まで行けなかったし、 そう、でその後カレンちゃんの止め通しを見て一日が終わり、次の日ルンちゃんのゲネプロを見て一日が終わり、今日ルンちゃんの初日を見て一日が終わった。こんばんは。そんな感じでしたね。全然ね、愛媛感味わったのは今日の鯛めしだけだね。そう、でももうジョンマイラブも何回感激したんやってぐらい見てる、無限に見とる、無限10回以上15回ぐらい見とる、多分見すぎです。見すぎです本当に。今のとこてっちゃん役は何人が演じたのかな。本番を迎えたという形で言うと、私、ハマちゃん、ヨコちゃん、ユナちゃん、アネちゃん、ルンちゃん、ハッツ、ミッサーで、もうすぐ迎えるのがカレンちゃん。カレンちゃんが出たら9人目ですね。そう、今んとこ8人です。本番迎えたのは上下草津忙しくて大丈夫と思ってしまう。上下草津稽古が始まるのが9月末で、
で本番が10月末なんですけど、その間ジョンマイラブ一回戻してないんで、一旦上逆殺の方に集中して10月いっぱいは。でまた11月からヨロタノって感じですね。こんばんは。でもあの女王ステってさ、シリーズ的にはめっちゃ AKB 出てるからさ、今回も AKB 何人かいるかなと思ったら、なんか私しかいなかったあれあれってなった。友達がいないぞって。まあ家族の話でご一緒した方が2人くらいいるから、完全初対面の人しかいないわけじゃないけど、あれと思って、私の想像予想と違うぞとはなりましたね。びっくりした。こんばんは。まあまたね、舞台出させていただくので皆さんよろしくお願いします。ジョンマイラブみたいな平和な作品じゃないんですけど、ちょっと平和じゃないですけど、まだちょっと台本とかもらってないんで、その詳しい話は分かんないけど、あのシリーズはまあ平和だったことはないので、なあのタイトルからも想像できる通り、なんでまたちょっと違ったお芝居になりそうで、ドキドキ、胸がドキドキ、ドキが胸胸してます。よろしくお願いします。頑張りまっちょ。こんばんは。眠いな。そろそろ終わりにしようかな。朝もやったしね。また明日も配信しますからね。こんばんは。明日は朝1回夜1回とかにしようかな。明日何配信しよう。なんか何か久しぶりに何かし料理でもしようかなと思ったけど、多分明日しないだろうしな。いや軽くするか。キッチンとかで配信してるかもしれないですね。じゃランキング見ます。13位ピアノマンさんありがとうございます。12位ケンケンさんありがとうございます。11位ケロンさんありがとうございます。10位ハレンチさんありがとうございます。9位オロロさんありがとうございます。8位オカズさんありがとうございます。ライトモチさんありがとうございます。6位ヤンディさんありがとうございます。5位マサトさんありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。3位はサッピさんありがとうございます。2位マコトノスケさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。では遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。おやすみ、バイバーイ。